そうですね、まあ、初めてこの3気筒トライデントっていうのでをベースにやったんですけど、まあ三本の矢っていう名前の通り、まあ、ちょっとその3本のマフラーが3本集結して出るようなデザインにしたりとか、まあ、ちょっとツインではできないような雰囲気にさせようと思って、やりました。まあシンプルに一応、まあ、うちの作ってるバイクって言ったらそういう風にカラーにしてもトータル的にシンプルにはするけど、まあ、やっぱり平和とし自分としてやってるので言えばそのディテールの部分を細かく作り込んで、それをまあうまくこのバイクにフィットさせれるかっていう部分で、まあこのバイクに関してはそうですね、マフラーを横から見た時に一直線に見えて、その排気が一直線上からポンポンポンと出るように考えたんですけど、そうなるとやっぱり横並びにマフラーをするとすごいボリュームになるので、それを一本一本半分ぐらいの重なるように貝で作ってるっていうのとか、まああんまりこうよく見ないとわからないようなことを細かい部分をやってますね。そうですね、ちょっと細身のタンクにして、シートカウルのデザインはちょっと、通常よりかグッと上げてで逆に下げるって感じの縦にボリュームをいつもよりか持たしたんですよ。でここをちょっとかぶるフレームを隠すようにかぶるようにして、あえてちょっとフレームをかわしたみたいなデザインにしたり、まあ、あとはそうですね、オイルタンクは、こういうふうにサイドカバーっぽく見せてシートカウル外してそこに注ぎ口があるみたいなデザインにしたりとか、はい、まあ、今回はどっちかというとそういう部分は曲線を持たせてっていうふうにさせたって感じですね。